はい、どうも、Z タイプブラッドギターのリュウです。本日はですね、バイオハザードまたねやっていきたいと思うんですけれども、前回ですね、外行きましたね。外行って、で、ちょっと敵っていうかボスっぽい雰囲気があったので、ちょっとどうなるかわかんないんですけれども、やっていこうかなと思ってます。はい、じゃあよろしくお願いします。で、そうだな、アイテムなんだけどどうしよっかな。もしボスだったらさ、これはいらないじゃん。いや、どうだろう、わかんねえな。ゾンビいたら必要なんだよね。どうだろう、こんばんは。はい、どうもこんばんは。どうしよう、何持ってったらいいかな。そうだね、まあセーブしてあるしいいんじゃない。アイテムね、とりあえず当たって砕けろでいこうと思います。はい、こんばんは。はい、どうもこんばんは。あ、そっか、クレストね、持っていこうね、これね。はい、行きまーす。行くぞ。じゃあ外に行ってみたいと思います。いやー、マジバイオハザード超面白いな、超面白い。そうか、ここ一方通行だから上から行かないといけないんだよな。どうしたらいい、どうしたらいいのだ。だからこっちか、こっちかな。すいませんね、ちょっとマップを開く回数がだいぶまあ多いんですけど、まあでもバイオハザードはねこういうもんだから仕方ないね。これでこっちね。はい、操作もだいぶ慣れたね。最初マジでこれどうやってやんのっていうレベルだったからさ。いや、でもだいぶ慣れました。総プレイ時間って何時間くらいになってんだろう。結構じゃないかな、多分。結構なことになってはいるとは思いますけれどもね。よーし、行くぞ。よし、こっちね。いやー、なんか昨日すげえ不気味な声が聞こえてきたからさ、どうなんだろう。ボスだったら、やばいね。ボスじゃなかったら嬉しいね。まあ、ボスでもいいけどね。ただね、戦闘は苦手なんだよな、これ。だってやりにくいんだもん、めちゃくちゃ。これだよ、だって。これだよ。あ、コンティニューコインありがとうね。どこだっけ。まっすぐね。はいはい。さてさて。このでも、一番最初のこの初代バイオ。まあ、HD リマスターですけれども、これは。なんか、あんまり怖くはないかな。うん。まあちょっとたまに怖いなっていうシーンはあるんですけど、どっちだこれ。こっちか。たまに怖いなというシーンはありますが、そんなに今のところ、怖いというより気持ち悪いがでかいからな、バイオは。なんか、グロいとか、キモいとか、そういうの多いよね、バイオね。まあ、びっくりさせてくるけどね。さてさて、行きますか。はい、いまーす。この先だね、問題のこの先。大丈夫かな。この扉の音嫌い、俺。これね、なんかこれ怖い。よし、行くぞ。こんばんは。今夜も楽しんでください。ありがとう。はい、じゃあこの先ですね。昨日怖すぎて僕は退散しましたけれども、今日は退散しないぞということで。はい、いやー、やだな。行きたくはない、この先。全然行きたくはない。こっちだ、ここだ。くぼみに何か書かれている、地に風が吹くとき天に星が輝くっていうことで、これが使えるっぽい。カチャコン、お、え、何これ、3つ。おい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 、3つクレストがはめ込まれている。取っていった方がいい。3つもあったらさ、
待って、これまだあるでしょ。クレストがはめ込まれている。もう一個取りますか。取ります。あ、待って、これさ、こっちと一緒にすればいいんじゃない。待って、ここでこっちにつければいいんじゃないかな。あ、使えない。あ、使えない、マジで。これ以上持てないんだよね。どうしよう。おいおいおい、カラスカラスカラス。とりあえずここに戻しとく。あ、調べる、調べるね、調べよう。これで調べる。裏面、お、ボタンがある、押しますか。はいはいはい、なるほど。こっちは、おうおう、これで押すと出てくんだ。へえへえ。でここにつけるのかな、これで使う。あー、なるほど、そのギミック必要か。まあいいか、そういうもんだ。はい、これ取ろう。で取って、これも調べて、でボタンを押す。カチャン、オッケーオッケー。サンクレスト、はい、使います。うい、ガガガガ。え、なにこれ、マグナム。銃が収まっている。マグナムリボルバー、取ります取ります取ります。全然と、え、6発も装填できるの、やべえ。おお、マグナム、マグナムだぜ。痛い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 。マグナムか、いいな、いいな、マグナムあるんだ。待って、でもさ、マグナムとか強い武器が出てくるってことは強い敵がいるっていう、そういう話でしょ。要するにさ、ねえ、いいもの来た、いいもの来たぜ。ラッキー、ラッキーなのか、果たしてこれは。あ、待って、なんかある、こう、暗闇にひっそりと立つ大きな心臓がある。動かせたりはしない。ん？あ、こっちね。いや、わかりづら。あ、ここにもなんか一応あるっぽいよ。この道にも。なんだろう。待って、風の音が怖い。また一つ進んだね、進んだね。どう？なんかある？なんもねえよな。おおおお。お？これどこ行ったらいいの？ああ。あ、ここは何？広いの？あ？どこだここ？あ、やばい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 。アングルがやばい。あ、あ、あ、これのことか。ハーブか。ハーブか。ちょっと待って、今取らなくていいよ。こっちは？なるほど。こうなっていて、こうなってると。あ、こんなとこあった、あったっぽいな。知らず知らずのうちに階段を登っていたかな。お、なんかこっち行ける。これ怪しいんじゃね。 A ボタン連打。いや、なんもねえな。ここか。入りたくねえな、入りたくねえ。入るしかねえ。うわ、この音やだんだよ。ああ、ああ、ああ、やだ。うわ、ここやだ、マジやだな、ここマジでやだな。包帯がいくつも吊るされている。茶色いシミは血の跡だろうか。オーマイガー、これ何、調べられない、これ調べられないな。包帯って何。はい、何これ。あ、中庭の地図。ほう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 、はいはいはい、なるほど、はい、わかりました。はい、あ、
セーブ？あれ？でも。なに？ここからだと小屋の出入り口がよく見える。いや、そういう問題じゃなくて、質素なベッド。長い間使われていない。そういうことじゃなくてさ、え？ちょっと待って、アイテムボックスがないと、俺、セーブリボンだっけ？なんだっけ？インクリボン。インクリボン持ってないんだよね。あ、これは、あった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 。セーブ部屋だ、ここ。インクリボーン。ん？あ、こっちか。こっちか。よし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 。ここセーブ部屋じゃん。なにこれ？ある家族の写真。ベーカー家か？違うか。焼けちゃってるよ。誰かが書き残した手記。19。お父さん一つくっつけた。お母さん二つくっつけた。中身はやっぱり赤くぬるぬる。白くてカタカタ。本当のお母さんさ、見つからない。怖すぎるんだけど、何これ。なるほどね。あ、なるほどね。本当のお母さん。見つからないね。お父さんわからない。またお母さん今日見つけた。お母さんをくっつけたら、お母さん動かなくなった。お母さんは悲鳴を上げていた。なぜ私は一緒にいたかっただけ。4。お母さんどこ会いたい。え、なんか怖っ。バカ怖え。セーブします、とりあえず。え、怖すぎ、怖すぎ。てか、あの、安らぎの音楽がないじゃん、このセーブ部屋。やめて。OK。OK ね。こんばんは。はい、どうもこんばんは。こういうなんかさ、ドキュメントが怖いんだけど。書いてあることがいちいち。で、どこに行ったらいいんだ？こっちに行ける？あれ？どこに行ける？こっちか。行けないよ？あ、なるほど。待って、じゃあインクリボン置いてこう。うわ、怖っ。ふざけんなよ。これも置いてこう。救急スプレーをその代わりもう一個持っていくと。なんか絶対やべえもんな、ここな。やばくないかな、ここは。ああ、下はくぐれない。おいおいおい、あれ取れない。クランクか。クランクか。は？ちょっと待って。ちょっと待って。おいおいおい、待って、その展開はえぐい。マジでか。マジで？ちょっと待って、マジで？怖すぎんじゃん、ここ。ちょっと待って。ちょっと待って。入り口どこだ？そっちか。いや、ここ、普通に、狭くない？やだやだやだ。うわっ！え？え？何された？誰？え？なんか普通じゃねえ。うわ、なんだこいつ。モローみたい。あ、こいつの声だ。ああ、動ける。よし。どこだ？くらえ。あ、倒れた。ん？まだだぞ、多分。あ、でも今、無敵状態だ。
なになになに、動かなくなった。あ、あ、待って、ちょっと待って、え来いよ。オッケー、オッケー、おっつ、痛い、ガードとかねえんだよ。え、待って、超強くね。は、強すぎじゃね。ワッツ強くね。大丈夫。大丈夫なんだな、これが。セーブしてあるから。そうね、狭いからな。狭いからな。え、あいつって、あ、倒れた時に燃やしたりできるのかな？ちょっと試してみようか。大丈夫、セーブしてあるから。大丈夫。大丈夫だよ、みんな安心して。セーブはしてある。オッケーオッケー。で、燃やしてみよう。物は試しだ。物は試し。うん、どうだろうね。この先ね。はい。これ、何されたんだろうね。今、不意打ちというか、一回殴られて、あそこに運ばれたのかな？運ばれたのかね、クリスは。あ、待って、飛ばします。あ、飛ばせる？ごめん、飛ばせない。飛ばせないわ、このムービー。なに、こいつ顔がいっぱいなの？ほんとだ。あ、ここもう動けるんだ。よし。で、この、痛い、お前。よし、この倒れてる時に、待って、救急スプレー使おう。あ、使えない。使えないな。これさ、こいつ倒さず外に出れる？もしかして。出れるかな？あ、出れる。出れるわ。あや、これでいいじゃん。あ、実は戦わない方が、あ、そうなんだ。じゃあ正解だ、これが。正解だって。よし。戻ろう。戻りまーす。まあ、追ってきても足遅いし、まあ、ね、なんとかなります。え？今、ゾンビっぽい声聞こえなかった。あれ？待って。どうやって帰んだこれ。これで、あ、違う、こっちだな。ゾンビっぽい聞こえたよ、声。わ、聞こえた。いるじゃん。え、弱っ。よし、ヘッドショット、ナイス、クリス、ナイスクリス。ヘッドショットは何？クリティカル的な、確率的なやつ、これだよね、多分ね。戻って何ができるんだっけ。あ、クランク手に入れた。俺はクランクを手に入れたんだ、そういえば。だから、クランク使っていこうか。ね。ねえ、みんな。クランク使おう。待って、俺、結構丸腰なんだけど、今。玉なしなんだけど。まあ、大丈夫だろ。ね。うん。クランク使っていこう。
意外とね、敵がね、あんまそんな、なんか、弾薬を必要しないんだよね。敵、倒したりするのに。よし。よし。よし、こっちだ。行くぞ。行くぞ、行くぞ。この先、この先。あ、そっか。あ、もういないのか、倒したから。それで、どこ行けばいいの？この先ね。あ、プールか。プールだ、プール。こっち。はい。水抜いたらなんか出てくるのかな。結構広かったぜ。プールなのか、貯水槽なのかわかんないけど。ここ。多分貯水槽っぽいね。プールではないだろ。入らないだろ、ここには。はい。ちっちゃ！もっとでかくてさ、全身を使って回すタイプかと思ったらさ、両手使って。めっちゃ片手だった。深っ！遠くで滝の流れる音が聞こえる。はあ、そうですか。お風呂の時みたいにゾンビ出てきたら嫌ですね。出てこなかったね。道が出てきた。おし。よし。で、こっち。こっち。うわ。あ、エレベーター？おー。おー、すごい。あ、ん？ここ来たことある場所？ねえな。ない場所だね。待って。これさ、ブルーハーブがあるのが気になるんだけど、取っといた方がいいかな。一応取っとく？あ、何？あ、生い茂っているのね、ブルーハーブが。いたいたいた、やめなさいよ、カラス。ちょっと待ってね。なんか滝これ関係あるかな？調べとくか。勢いよく流れている滝だ。奥に何かあるようだが。ああ、滝を止めて奥に行くんだ。なるほど。で、こっちだね。一応ハーブあったんだけど、まあ、救急スプレーあった、あ、持ってるから、大丈夫じゃねえかな。レッドハーブもある。クランク邪魔。マジで。置いてきたい。置いてくるにはいろいろ遠いんだよな。お、ヘビだ。あれ、倒せる？倒せた。お、多く、多くね？多くね？多くね？ヘビ。これ絶対、多くね？多くね？多くね？シャーじゃねえよ、シャーじゃ。よしよし、ここ。入ろうも。入っちゃおうぜ。ガチャコン。めっちゃ多かったね。それは多すぎるわ。うん、また嫌なとこに入ったね。音楽よ。あ、ブルーハーブある。え、こんなに必要？はあ。いや、鍵がかかっている。プレートに001と書かれている。ここは入れるっぽいよな。入ろう。いや、だって怖いんだもん、歩き方って言われても。たくさん青いハーブがあるってことは、もう毒になりますよって言ってるようなもんだよね。あ、安らぎ、安らぎの BGM。 来た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  来たぞー、安らぎ。ちょっと待って、じゃあ安らいじゃってっから、ちょっと一回全部取ろうぜ、この辺のものを。はい、取ります。はい、取ります。安らぎだよー。なるほどねー。
イングリボン。どうしよう、これを一回ちょっとしまおう、全部一回しまおう。あ、ハンドガン一応持っとくか。しまって、救急スプレー取って、ブルーハーブ全部取っとこうか。あそこにあったね、ブルーのハーブね。いや、さっき、あ、こっちじゃね、こっちじゃね、あって、しま、ちょっと待って、ちょっと待って。こっち、こっち。いやいや、青いハーブがたくさんあるよ。さっき、レッドハーブも一応あったんだよね。取らなくていいかな。でも、戻ったらヘビいるしな。戻らない。俺は戻らぬ。よし。セーブウェア来た。マジ来たぞ、これは。意外といっぱいあるセーブウェア。でもさっきのセーブ部屋はさ、安らぎの BGM がなかったからさ、今回はあるのでね。これって合わせらんねえよな。あ、そうだよね。ショットガン持って。でさ、ハンドガン、ショットガン持って、間違えた。装填だけして、てかブルーハーブさ、意外とさ、いくつか持ってるけどさ、使ったことないんだな。あ、なに、緑と青いけるの、調合やっとく。1個物は試し、あ、いけるやん。あ、じゃあこれでいく。アイテム一応、え、どうしよう、え、どうしよう、マジで。これでいこうかな。あれ、俺セーブしたっけ？してないよね。セーブしてないよね。セーブしまーす。はい、セーブ。いいね。なんかインクリボンがさ、マジで、いっぱいあるからさ、いっぱいセーブできんだよね。いっぱいセーブができます。戻しまーす。オッケー。これで、ちょっと行ってみるわ。先に。進んでみる。怖いけど。ここマジやだ、音楽が。あ、多い。なに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 。なに？ちょっと今よそ見してたわ。マジで。え？毒になったりしてないよね。じゃあこの先に行ってみるか。マジびっくりした。床から出てきたわ、なんかでっかい扉。バーカ、なんだお前、なんだお前は。え、おっと、おわお、足取れたよ。タランチュラ、デカタランチュラ。お、なんかあるよ。革のジャケットがかけてある。サンで一部が溶けている。お前が溶かしたんだろう。お前、革ジャンって高いんだぞ。溶かすなよ。てかさ、革のジャケットがさ、酸で溶けて穴開いてるってことはさ、牛の皮が溶けるってことじゃん。さっきさ、クリス一発食らったじゃん、酸攻撃、こいつの。なのにさ、ほら、体力緑なの。クリスが一番怖えわ。クリスが一番怖い、この人の体力が。だって牛の皮が溶ける酸を浴びたんだよ。赤いオイルランプ、火はついていない、つけよう。ゴリスだから。赤い光の中に奇妙な影が浮かんでいる。何か意味があるのだろうか。なんか目玉みたいになってたね。覚えた。うん、安物ばかり置かれたワインセラーだって。ちょっと待ってね。
フェイスが一番怖いよな。でも毒にはなんなかったね。あ、使っちゃった、間違えて調合しようとしたら、くっそやらかした。ここ何、皿が飾られている。待って、いるじゃん、この上いるじゃん。いろいろあるな。取るか。これはショットガンのため、ちょっと待って、取る前に、あ、赤い本取りてえな先に。これは、あ、これ救急スプレーだな。あ、ここにも火つけられるやつあるよ、オイルランプ。これはい、緑、ほうほう、目ね、また目ね。待って、ショットガン取れないんだって。ワインの瓶、どれも空っぽそうですか。パブみたいなところかな、ここは。あ、あ、ちょっと一服しませんか、ここに灰皿がある、ちょっと一服しようぜ。クリス、クリス、タバコ吸うでしょあんた、バレてるよ、エイトで吸ってたじゃないあんた、この時代は吸ってないのかな。一服しとけってクリス、大事だよその一服の時間ね。あんたタバコ吸うでしょう。ただね、ここで丸ボタンを押してもクリスがね、喫煙者のはずなのにね、何も反応しないんですよ。灰皿がある、タバコを吸いたいとかさ、俺はいつになったら安心してタバコが吸えるのかとかさ、なんかコメントあるでしょあんた。なんか灰皿に向かって丸ボタンを押しても何もリアクションしないっていう、このクリスのエセ喫煙者っぽい、ん？エセ喫煙者ぶりね。うん、ちょ、喫煙者として理解ができない。これ調べようか、組み合わせじゃない、間違えた、調べる、パカ、読めるんでしょ。赤い表紙の本だ。中身は全て真っ白になっている。特別な使い方でもあるのだろうか。あ、これさ、ここで使ったらなんかな、あ、こっちか、ここで使ったらなんかなんないかな。使う、あ、使う必要かな、そうか、なんだろう、上行くかね。俺もかざすかと思ったんだけど、あれ、どっかにいなかったっけ、へ、蛇じゃねえや。あ、オレンジ色の色、これも使う？うんうんうん、なるほど、目だね、またね。雲、あ、この裏にいるわ、ここ、裏だったらまあいいんじゃない。あ、また灰皿ある。ギター、ギター、長くね、このギター、スケール、え、このギタースケール長くね。ちょ待って、これでもさ、ペグ6個しかついてないよね。12弦ギターっぽいよね。なんか弦がいっぱい見えるように、弦がいっぱいあるように見えるけど、これは、え、でもベース？いや違うね、アコースティックベースかな、違うよね。ペグがだって6個あるし、だけどスケールがベースっていうね、和楽器バンドの町屋さんのギターみたいな、スペックのアコースティックギターが置いてありますね。はい。こんな、こういう楽器はこの世には今んとこ存在してないですね。まあ、ボディの形はね、あるけどね、こういうのはね。ビリヤードの玉が置かれている。2、3、4、5、6。並びに意味はなさそうだが。なるほど。意味があるんだろう、どうせ。あ、ここにケースある。待て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 。この、待て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 。この画面右側に置いてあるケースにさ、この画面左側にあるこのギター、これ入らないよね。絶対入らないよ、これ。絶対入らないよ。あ、違うギターが入ってんのかな。あ、中身は空のようだだもんね。ってことは、これだよね。これのケースってことだよね。絶対入らねえから。絶対入らねえ。断言してやってもいい。絶対入らねえ、それは。それ絶対入んない。待って。
ショットガンの弾を取りに行きたいな、ここにな。戻ろう。あれは絶対入んねえよ。折りたたみ式、折りたたみ式のギターありますけどね、世の中にはね。トラベラーギターがね、ありますけど。いや、でもね、でもね。で、これ1990、あ、でも1996年かトラベラーってあったのかな？わかんねえ。それはわからん。よし。で、さっきの部屋は一応調べ尽くしてるので、戻りますじゃない。あっち行こう、こっち。え、これさ、もう一回出るかな？あ、出ないんだ。あ、出るじゃねえか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 。びっくりした、もう。来ないと見せかけてくるのが一番キモいわ。一番キモいわ。やめてくれ。OK。またびっくりした？特に役に立ちそうなものはない。はい。まだ開いてるよ。こっちは？うわ、広いな、ここも。意外と。あ、そんなこともないのか。さっきのところか。ただ、ゾンビ音は、今のところなし。新聞が散乱している、スターズについて書かれている記事が目立つ。スターズ？クリスの背中にもスターズって書いてあるよ。お前、目つけられてんじゃねえのか、クリス。ほら、スターズって書いてある。クリスが所属している軍隊組織的なやつ。ちょっといろいろ調べていこう。この紙に意味はなくて、これは意味ないのね。オッケーオッケー。002。入れる？ちょっと待って。入るつもりはなかった。ごめん。入るつもりはなかった。入れないって言われると思ったの。何も調べずに入っちゃった。戻ろう。戻ろうね。今自分の携帯が鳴ったのにマジでびっくりした。と思っちゃったよ。珍しく。マジでびっくりしたもん、今。陰キャみたいになっちゃった。これは？はい。もう、わあ、広い！広い！あ、なんで穴開いているだって。大きな蜂の巣が見える。嘘だろ？これ刺されたら毒じゃん。毒じゃん、絶対さ、あんた。ここに入ろうじゃん、もう。入ろう。でもね、ここの部屋もね、怖いんだよね。音がない。は？ベッドの上に古い新聞や雑誌がある。新聞の上に吐血したらしい。は？なにこれ？プラント42のメモ。あの、事故から、4日後、ポイント42のプラント42と命名、の、成長速度には目を見張るものがある。プラント42、他のプラントに比べ、T ウイルス、出てきました。やっと出てきました。拍手。T ウイルス。あの、ね、もう世にも有名な、T ウイルス、やっと出てきました。T ウイルスの強い影響を受けたより、もはや、宿主の、植物が何であったのか、想像することすら困難である。そうなんだ。T ウイルスって一番最初に実験的なので、感染させたのは植物だったってこと？その形状に見合う生態は地球上のどこを探しても存在しない。プラント42の栄養源は2種類ある。一つは地下室まで達した根から、得ている養分だ。現在、地下エリアは事故にあった直後、発症した研究員が地下の
大水槽を破壊したため地下エリアは水没死だ死だ5時これもしかしてこれ5時ですかこれ、そこに、流出している何らかの薬品成分がプラント42の急速な成長を促していることは想像に水浸しだか俺か悪かったな俺か そこに流出している何らかの薬品の成分がプラント42の急速な生育を促していることに想像促していることは想像に難しくない。またプラント42の一部は、地下室からダクトを通り1階の天井にまでその、勢力を広げそこに球根状となってぶら下がっている。なるほど、その球根から伸びている何本ものつるがもう一つの養分の入手手段となっている。プラント42は獲物を、感知すると、ちょうどイカの触手のように獲物につるを巻きつけ動けなくしてからつるの奥についている吸収器官で血を吸うのだ。あらまあ怖いですね。しかもそれなりに知能があるらしく、獲物を得た時や睡眠中はツタを、扉に絡ませ、外敵の侵入を防いでいる。やばすぎだろ。すでに数人の職員がその犠牲となった生きて戻ってきたものの話を総合すると、これなんて読むんだ。花弁が開くと開く際に隠されていた部分が露出し一段と攻撃性が増すらしい。ある者の報告によるとまるで何かを守っているようだという。そこに何かの、秘密があるように思えるのだが何分、植物の考えることは人間には理解できるものではない。ヘンリー・サートン、いやらしいです。さっき俺も襲われた。何？お前ふざけんなって。お前がああやばい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 。そこで爆発されるとさこっち困るんだわ。爆発するよ。あ、そう食らったわー。もう食らったわ。あ、押せるね。あ、やばい。積んだかも、これ。積んだんじゃね？いや、積んでない。あ、なんか出てきた。あー、最悪。地下に行けるはしごが出てきたよ。待って、もう一個扉あんの？ここ？ここ？あ、ここに扉ある。知らなかった。もう、そこら中にゾンビおるやんけ。うわ、風呂だ。あ、でも今度は水抜きますかって言われない。あ、水溢れてんだ、タンクから。なるほどね。あ、で、なんかある。寄宿舎の鍵、なんとか宿舎。大丈夫かなこれ。あ、大丈夫だ。あれ、音楽が鳴ったままだよ。大丈夫？部屋変わったのに音楽変わんないよ。ここしか行けない。はしごがある。下に降りますか。おい、音怖。お、なんかすげえ現代的な場所に出たけど。あ、すごい。え、あそこの地下にこんなところが。ちょっと待って、鍵調べよう。
あ、待って、001、001。001。先行くか、こっち。こっち行こう、先。001あったよね、さっきね。この下は、ちょっとやばそうだし。はい。はしご上がろう。001の部屋に先に行こう。うんうんうん、どっちだ？はい。はい。はい。001の部屋に先に行くことにした。私は。どっかに002の鍵もあると思う。あ、ここが002か。おっとー、忘れていた。こいつらの存在忘れていた。待って。これで？右ね。右！よし。OK。プーさんのハニーハントが追っかけてきたわ。で、001どこだっけ？ちょっと待って、ここかけるけど。おい、お前、マジでもう。プラント002。間違えた。プラント、なんだっけあいつ名前。プラット42だっけ。アイドルみてえな名前しやがって。一回帰ろう。かな。一回帰ろう。プラント42がさ、めっちゃさ、あれしてく。木箱？なるほど。あの木箱で塞げんのかい。なるほど。そういうことか。あ、待って、救急スプレーめっちゃあるか。あるか、だって。めっちゃあるわ。使おう。もう、もったいねえし。持ってるだけじゃ。セーブはしない。セーブはしなくていいや。で、鍵使いに行こう。なるほど、木箱で塞げんのね。先やっとく？あ、なるほどね。これで、こう塞ぎますよと。ここね、待って。ここから出てくんじゃね？あ、待って、通れなくなっちゃった。通れなくなっちゃったよー。やす、あ、乗れるの？あ、乗れるわ。乗ってこうね。はい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 。なるほどね。オッケーオッケー。おー、そっから出てくんじゃん、やっぱ。え、木箱ってもう一個あったっけ？あ、上を通らなきゃいいのね。上通らなきゃいいんだ。多分。上を通らなきゃいいんだわ。はい、鍵使った。必要ないから捨てまーす。はい。え？すげえ嫌な音する。なになに？ちょっと待って、こっち部屋入ろう、先に。すげえ嫌な音とね、画面右側にね、プランプランなんかあったね、今ね。お、ここは？あ、お前動くなよ。また風呂っぽいとこだぞ、ここ。ここはよく磨き込まれた鏡。ここは？調べらんねえ。こいつは？あ、調べらんねえな、でも。風呂は？あ、待って！風呂場の線抜くの嫌なんだけど。バスタブの中に何かある。おい、それ取ったら絶対こいつ動くじゃん。制御室の鍵。はい、はい、はい、知ってました、知ってました。出まーす。失礼しました。まあ、絶対動くと思ったんだよ。まあ、でも無視すりゃいいから。そういう場合はね。お、首吊ってる、首吊ってる、そういうことだったのか、お前。こいつも感染してるかな？あ、うん。こいつ、撃ち落とした方がいいかな？もう多分感染してんだよね。判定あった今。見えなかった。あ、待って。クリス、ちょっと、クリス。クリス。
あ、判定ねえわ。2発無駄にしたけど、まあこのアングルさ、悪質怖いじゃん、どう考えたって。あ、これ取ったら、え、ハンドガンマガジンじゃね、これ。え、待って、めっちゃマガジンあるよ。は、護身用拳銃のもいらないけど、普通のハンドガン持ってるけど俺。きっと待ってよ、え、護身用拳銃取った方がいい、これ。でも取れないんだよね、もうアイテムなくて。どうしよう、小さい銃だよ、どうしよう。一回ちょっと置いてくるアイテム、一応いろいろ置いてきて、いろいろ取るか。はい、ここね。一応まあくれるんだったら、アイテムはもらっときますけど。でクイズ、ほんとさ、ポケット6個しかないってこと、あんた。ポケット6個しかねえの。もうちょっと持とうよアイテム、頑張ってさ。俺だってライブの時もっと持ってってるわアイテム。待って、制御室の鍵も多分今んとこいらねえから入れとこう。俺だってライブの時アイテムもっと持ってってるよ。なんであんたは6種類しか持ってないの。ふざけないで。手ぶらだったとしてももっと持ってると思うけどね、俺は。あ、でもそっか、ショットガンとハンドガンと持ってる、マグナム持ってたもんね、さっきね。銃3つ持ってるのはすごいか。バッグも背負ってないのに、一応取っとこう。あ、なに？ある自殺者の遺書。まあ、今会いました、その自殺者の方と。はい。あ！すごいよ。1998年だって。もう俺が生まれてる、これは。一緒に逃げていたロバートに化け物の兆候が現れ始めたので、仕方なく殺して浴槽に入れておいた。ひどいな、お前。さっきそいつは、化け物になってたぞ。ロバートだったんだね、さっきのやつは。多分これで私が最後の一人だ。え、マジか。なぜこのようになってしまったのか。今となってはこの研究室にこの研究に参加したことが悔やまれる。もはや私が生きていてこの館を出ることはないだろう。準備は終わった。私は勇気を持つだけだ。悔いは残るが仕方ない。このまま化け物になって人間としての自分が消えてしまうくらいなら自ら幕を。この紙の裏に文字が書かれている。許してくれリンダ。リンダ、許してくれ。その紙の裏に文字が書かれてる？ん？待って、これ調べよう、まず。紙って書いてあった？銃って書いてあった？あ！はぁ！マグナムだ、これ。使い捨てマグナムってこと？これ。一発だけ使える。使い捨てマグナムか。マグナムだ。で、銃弾めっちゃあるな、この部屋。え、紙の裏って何？紙の裏って何？さっきの。え？これの、え、紙の裏って何？裏だよね。あ、そういうことか。このまま化け物になるぐらいなら、まあ、消えてしまう。ん？人間としての自分が消えてしまうぐらいなら、自ら幕をで、これはとりあえず終わってて、で、この紙の裏に文字が書かれていますよってことで、裏面に許してくれるんだって書いてあるってことね。なるほどね。もうないの？ないね。もうないね。オッケー。あ、待って。ごめん、待って。こっちか。はいはい。オッケーですと。よし。今何分やった？あ、もう1時間やってるじゃん。じゃあセーブして終わりましょうか。1時間やってないけど、もう50分、55分。
56分くらいやってますね。はい、セーブして終わりましょう。めっちゃ進んだじゃん。急にめっちゃ進むようになった。めっちゃ進むようになった。でも一応ね、マグナムリボルバーも持ってんだよね。こいつ持ってくか。あ、待って、インクリボン。はい、はい、セーブ。あれ、よし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 。はーい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。ねえ、今日はね、まあ一応なんか変な、多分誰かがなんか人間と人間をくっつけたであろう、なんかね、バイオ8のモロにも似た、化け物から逃げてきて、でこのね、寄宿舎、ここが寄宿舎なのかな多分、にいる、まあ自殺者とかのね、メモとかいろいろ見てね、ちょっと怖い一日でしたけれども、頑張って、ここまで来ました。で次回はあのはしご、はしごね、はしご降りたところかなと思ってます。はい、多分そう、はしご降りたところ行くんだよね。だって鍵系って1本しか持ってなかったよね。制御室の鍵しか持ってないもんね。そうだね、これしか持ってないから、うん、だから制御室の鍵って多分あのはしごの下のなんか近未来的な場所で使うんだと思うんで、そちらで使っていきたいと思います。はい、はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。Z タイプブラッドの、ギターのリュウでございました。また次のバイオハザード実況でお会いしましょう。バイバイ。